早くも松戸は逆バンクで加藤をかわしトップに浮上。 PSR ホンダの AC28M を張る加陽は7位につける。松戸と加藤、2台のワークスマシンは序盤からマッチレースを展開、周回ごとに後続との差を広げていく。松戸はここで6勝目を決めてタイトル争いに弾みをつけたい。しかし後続の加藤も離れない。今回新しいセッティングをトライした加藤は朝のウォームアップ走行で松戸を抑えてトップタイムをマーク。その流れのまま決勝を迎えた加藤には今シーズンこれまでとは違う勢いがあった。3周目加藤は 130R で松戸をかわしトップに浮上。ここから2台のバトルがさらに白熱する。レース中盤、松戸と加藤、2台のワークスマシンによるハイペースの接近戦はなおも続く。トップ争いの約12秒後方では加陽を先頭に6台のマシンが3位争いを展開。残る表彰台の一角をかけて激しくポジションを奪い合う。一方トップ2台は接近戦のまま後半戦に突入。前回スゴでは中盤からペースを落とした加藤だが、今回はなおも激しく松戸をプッシュ。加藤は9周目の 200R で松戸をパス。続く10周目の試験では松戸がトップの座を奪い返し、レースは11周目に突入する。追いすがる加藤を突き放しにかかる松戸。対する加藤は何度抜かれても執拗に松戸に食い下がる。そしてこの直後、トップ争いに思いがけないアクシデントが発生する。